私どうして。そっか、ゾンビが倒れ込んできて、それで。あ、リサ、リサはいないか。ちゃんと逃げられたかな。ゾンビか。リサ無茶してないといいけど。まだあんなにゾンビが。今までこんなにたくさんのゾンビが襲ってくることなんてなかったのに。どうして。また、さっきよりも多い。全員倒すしかない。なんとか倒せた。早くしないと。まだ校内に誰か残ってるかもしれないし、助けなくちゃ。いたしまして。大丈夫、足の擦り傷と貧血だよ。でもリサどうしてここに。逃げなかったの。サユリを置いて逃げるなんてできないよ。サユリなら絶対逃げないで残ってると思ってた。私のこと探してくれてるって。私もサユリのこと心配だったし。リサありがとね、心配してくれて。当たり前だよ、さゆりは私のお姉ちゃんみたいな人だもの。それにいつも心配かけてるのは私だし、今だって気絶しちゃって。さゆりが応急処置してくれなかったら。私だってリサを心配するのは当たり前だよ。それに看護実習は得意教科だから任せて。国語、数学、理科、社会、英語は苦手だけどね。はあ、私もリサみたいに頭良かったらな。そんな、私。リサ、もう歩ける？うん。どうするの、これから。逃げるにも、まだ校庭にはゾンビが。わかってる。逃げる前に、校内を探そう。探すって。何を？生存者だよ。まだ誰か取り残されてるかもしれないでしょ。だったら助けないと。ああ、でも武器をどうにかしないとな。今のところは銃だけでもなんとかなってるけど。ゾンビに取り囲まれた時のために接近専用の武器も欲しいんだよね。あ、そうだ、教室に行けば木刀がある。よし、取りに行こう。無茶だよ、校内にもゾンビは入り込んでるんだよ。さゆり、救助が来るまで隠れてよね。大丈夫だよ、リサのことは私が守るし。うん、分かった。よし、じゃあ行こう。いつも。え、何か言った？うん、なんでもないよ。あー、よかった、私の木刀無事だったよ。
いつはありがてえ。これでさゆりは100人力じゃ。おじいちゃんの真似だ。いつ聞いてもそっくり。もう子供の頃から言われ続けてるもん。秋葉の家は先祖代々武士の一族。さゆりよ、この木刀は武士の魂、決してなくすでないぞ。てめえ、もううんざり、聞き飽きたよ。そんなこと言ってさゆり、しっかり剣道部じゃない。だって剣道部に入らないとおじいちゃんに怒られるし。気づいてる？剣道してる時のさゆり楽しそうだよ。まあやっぱり好きなのかな、剣道。あー、でもリサがなぎなた部に入ったのは意外だったな。昔っから嫌そうだったから。そう？私だっておじいちゃんに鍛えられたし、さゆりのうちに引き取られてから。あ、ごめん。なんで謝るの？もう気にしないでよ。それにおじいちゃんには感謝してるんだ。いつも泣いてばっかりだった私に薙刀を教えてくれて。リサ、もちろんさゆりにもね。でもごめん。え？何が？私全然強くなれなくて、いつも守ってもらってばっかりで。ダメだね、私。やっぱりあの日からパパとママとお兄ちゃんが事故でいなくなった時からずっと泣き虫で、薙刀も全然強くなれなくて逃げてばっかり。今日も今も怖くて、急にゾンビがたくさん襲ってきてパニクっちゃって、ずっとさゆりの名前呼びながら。私、リサ落ち着いて。大丈夫、大丈夫だから。リサには私がついてるね。だから安心して。さゆり、ありがとう。でも、なんでもない。ごめんね、もう落ち着いたよ。それでこれから生存者を見つけるの？どうやって？校内を手当たり次第に見回って。ねえ、私思ったんだけど、職員室に行かない？え？職員室？なんで？校内放送を流すの。それで、そうだな、確か2号館の2階2組の教室に緊急通信の機械があるから、そこに集合してもらって救助要請を送ろうよ。どうかな？それだよ、さすがリサ、頼りになる。行こう、職員室。大丈夫？リサ。なんとか。じゃあ、放送を。いいよ、さゆり。
てのものだね。姫路、ふざけた口を叩いてる場合か。訓練じゃないんだぞ。隠れてないで戦え。生き残りたくないのか。そりゃ生き残りたいよ。あ、エナミン左。お見事、さすが射撃テストコーナー1。お前というやつは昔から他人に甘えすぎだ。マユヤに言わせればエナミンは自分にも他人にも厳しすぎだけどね。それにマユヤは今甘えてるんじゃなくて、射撃が上手なエナミン先輩の足を引っ張らないようにおとなしくしてるだけですよ。手にしろ。私は生き残る。ちょっとどこ行くの。大事な幼馴染を置いてくのか。自分の身は自分で守れ。はいはい、行きますよ。行けばいいんでしょ。なんとか全部やっつけた。誰か、聞こえてる？私は秋葉さゆり。秋葉、剣道部の2年か。もしまだ校内に残ってる人、これから2年2組の教室に集まって。2年2組？2号館でしょ。緊急通信機。エナミ行くの？ちょっと、もう。みんなで一緒に脱出しよう。だからお願い、生きて。私以外にも生き残ってる人がおりましたな。はあ、退屈。私、体術にも自信がありますよ。それにしても襲われがいのないゾンビちゃんたちですね。襲い来るゾンビの群れに一人立ち向かう。危機に瀕するほど輝きを増す金色なりし美しき一輪のバラ、それがこの私。ですが、ほんと期待外れ、役に立たない悪役どもですこと。さあいらっしゃいな、ゾンビちゃんたち。私を退屈させた罪は重くてよ、この金崎霊様を輝かせてちょうだいな。この大婚約者ども、あなた方の相手をするなんて、この私には役不足でしたわ。飽きてきたことですし、そろそろ脱出しようかしら。そういえば秋葉とか優子は集まれとか言ってましたわね。ダイヤモンドは墨石の中にあってなお輝く。やはり主役が引き立つには脇役の存在も重要。退屈しのぎにはちょうどいいかもしれませんわね。
当に来てくれるかな。大丈夫、きっと大丈夫だよ。はあ、やっと着いた。アキハと久保田か。入るぞ、上条だ。上条先輩、先輩も残ってたんですね。ああ、逃げ遅れた、こいつのせいで。もう、なんでマヤヤのせいなんだよ。マヤヤ、逃げなかったの？逃げなかったのじゃないよ。学級委員のくせにリサリサってば。一人でピューってどっか行っちゃうんだもん。あ、ごめん。マヤヤが逃げ遅れたのはリサリサのせいだぞ。嘘をつくな、姫路。お前が逃げ遅れたのはゾンビの大群の動画をスマホで撮ってたからだろう。え、そうなの？あへへへ。あ、いや、こんな大群珍しくってついね。動画サイトに投稿したら再生数稼げるかなって思って。でもパニックの中でスマホ落として壊れちゃったよ。うん、自業自得だ。ところでアキハ、残っているのはこの4人か。今のところ。ごめん、遊ばせ。2-2の教室というのはこちらかしら。わー、レイレイ。皆さん、ごきげんよう。金崎さん、来てくれてありがとう。皆さん、私が来ましたからにはもうご安心くださって結構よ。うわー、あの伝説のアイドルレイレイがいるなんて。アイドル昔はそんなこともしてましたわね。あの、なんで芸能界？学業に専念するためにお休みしてるんですの。そうなんですか。復帰楽しみにしてます。あの、写真一緒に撮ってもらってもいいですか？あ、スマホ壊れてたんだ。ショボーン。5人しか集まらないんだ。5人もだよ、リサ。射撃テスト校内1位の上条先輩もいてくれるし。アキハ、お前の噂も聞いている。剣道部の次期首相だとな。いやー、そんな、私なんて。皆さん、私のこともご存知でしょ。これでも私空手の有段者ですのよ。知ってます。映画空手のバラに出演するために特訓したんですよね。ええ、そうですから、皆さんのことは私が守って差し上げますわ。わーおー、頼もしい。大丈夫だ、自分の身は自分で守る。あの、ところで上条先輩、緊急通信機の使い方ご存知ですか？カードキーが刺さってないじゃないか。カードキー？そうだ、キーがなければ作動しない。誰かカードキーを持っているものは？そんなもの生徒が持ってるはずないじゃありませんの。探すしかないか。でも探すってどこを？校内をくまなくだ。そんなの無理です。おっと、そういうことならマヤヤがいれば大丈夫。え、どうして？マヤヤにはなくし物の位置が勘でわかるという特技があるのだ。マヤヤがそのカードキーとかっていうのはパパッと見つけてあげちゃおう。勘って、そんなので見つかるわけ？いや、姫路なら見つけられるかもしれない。こいつは昔から不思議と鋭い。こいつの特技は私が保証する。昔からマヤヤと上条先輩は古いお付き合いなんですか？ああ、親同士が仲がいい。幼馴染なんだよ。幼馴染？私たちと一緒だね。そう、それでカードキーとやらは探しに行きませんの？
そうだね、レイちゃん。レイちゃん、じゃあマヤヤちゃんよろしく。任せて。これで緊急連絡が取れるね。あっけなく見つかるものですわね。マヤヤの勘って本当にすごいんだね。どうだいリサリサ、マヤヤのことを見直しただろう。通信開始するぞ。はい。できるのね、リサ。言った通りでしょ。大丈夫だって。惜しい。ショニールが安定しない。ゾンビが集まってくる。どうして、なんでゾンビが急に。こんなにたくさん集まってきて。なんだかゾンゾンたち、あの通信機に引き寄せられてる気がする。そんな、あとゾンゾンって何。ゾンビたちのあだ名だよ。かわいいでしょ。どうだろう。姫路、いつものカンカン。仕方ない、接続を切るか。そんな、せっかく脱出できるチャンスですのに。接続を切るなんて嫌ですわ。戦いましょう。通信機を守れば済むことですわ。でも大軍ですよ、守りきれませんよ。安心なさい、この金崎レイ様がいれば。待って、これは聞いた話なんだけど、ゾンゾンは女の子の服に反応する。何それ、本当に。多分って。久保田、今は姫路の言葉を信じろ。私は通信を続ける。通信機を守れ。でも服に反応するって。わかった。よし。ちょっとさゆり、何ですの。はしたない。やっぱり、ほら服に反応したよ。今のうちだよ。ふう、なんとか撃退できたね。マヤヤちゃん、ありがとう。どうってことないよ、マヤヤの勘に間違いなし。マヤヤってやっぱりすごかったんだね。それに上条先輩もマヤヤのことを信頼してるんだ。全然。エナミンたらほんとマヤヤに冷たいんだよ。そうなの。ちょっとは信用してくれてもいいのにな。うるさいぞ、姫路。上条先輩、どうですか。繋がった。こちら ZPA のハンガ、緊急チームを受信しました。そちらの状況を伝えてください。こちら霧作高校、私は3年の上条江波です。学生、この通信は教師のように許可されているはずよ。緊急事態です。大量のゾンビが校内に入り込んできました。校舎内に現在私を含め5名の生徒が取り残されています。自力での脱出は困難です。早急な救助を要請します。そちらの要求及び状況は了解しました。しかし何ですか。現在島内地域において同時多発的なゾンビの大量発生が確認されているの。同時多発ってこの町のあちこちでってこと。そうよ、全部救援および救助のヘリに向かわせているけど、精一杯の状態なのよ。
すぐには救助に来られないということですわね。そう、加えて周期的に原因不明強力な電磁波のようなものが発せられているの。電磁波。そのため思うように救援の精が出せなくて、電磁波の影響を受けにくいドローンによる物資救援を送るわね。それでもっと落っこちてちょうだい。いつまでですか。聞こえますか。いつまで、いつまでなんですか。ダメだ、途切れた。さゆり、どうしよう。大丈夫だよ、リサ。救援物資は来るんだ。それまで、5人で力を合わせて耐え抜けば大丈夫。もういくらゾンゾンの大群が珍しくても、こんなところにいつまでもいるなんて嫌。姫路、諦めろ。アキハの言う通り、絶望しても仕方がない。生き抜くことを考えなければ。当然ですわね。死ぬなんてありえませんもの。さゆり、私リサ、生き抜こう。